そうですね、ちょっと全部判定だったので自分的には納得はいってない部分もあるんですけども、今年一発目で勝てたんで良かったですね。まあ、逆にこれ勝たないと結構自分的にはやばいかなと思ってたので勝ててちょっとホッとしたなっていうのもありますね。はい、あのカニバサミっていうのはなんかチャンスだったらやろうみたいな、はい、いや、まあ、なんかやろうとは思ってなかったんですけど出ましたね自然と。あのよく牧野選手に練習とかでもやられてたんで、まあ、知ってる技というかそれが急にとっさに出たって感じですね。はい、回れなかったらダメだったでしょうね。はい、なんで牧野選手に救われました今回はまあ一回去年の全日本で決勝に負けてるので、まあ、願ってもないなっていうふうには自分的には思いました。はい、やはり強いですね。あのもう柔道のベースとかあと、まあ、柔術も茶帯で先日もなんかトーナメントで優勝してるって知りましたんで、あのそういう、もう技術もしっかりしてますし、まあ、フィジカルも強いですし、あのもう全体的に強いなっていう印象を受けましたね。はい、そうですね、あんま気にしないでやろうとは思ったんですけども、まあ、本人、まあ、あの相手の中村選手も、まあ、かばうじゃないですけど多分、まあ、気にしながらやってる部分はあったと思うので、そういう意味では、まあ、今回はそこお互い、まあ、万全で出てこれればあの気にせずやれると思いますので、逆にそこはお互い一番いいコンディションといいあの状況でやりたいなと思ってます。はい、そんなことはないですけどね、多分だから怪我なかったらもっと強いと思います彼は。ただ僕も半年、まあ、去年全然勝てなかったんですけど、まあ、渡辺選手も負けましたし、でもその分なんか半年ちょっといろいろやってきてあの変わってきてる部分もあると思いますので、そこを出したいなと思ってます。はい、そうですね、やっぱりあのやはりシチュエーションは違うと思うんですよね。アマチュア の, あの会場とプロの会場で入場とかがあって、でお客さんも、まあ、アマチュアで大体なんか並行して何試合かやってたりとか、まあ、トーナメントでどんどん何試合もこう続けてやってたりとかすると思うんで、まあ、お客さんの見る集中力とかも違いますし、やはり会場の雰囲気とかも違うので、まあ、そういうところで言うと、まあ、自分の方がまあ何回も経験しているので、まあ、そういう、まあ、アドバンテージはあるかなと思いますけども、逆にそのプロの興行に出るということに対してすごいそうやってモチベーション持ってもらえてるっていうのはすごい嬉しいなと思いますね。はい、なんか同じ感じであのアマチュアの、まあ、毎週試合をするような感じだってやってると思うんですけども、渡辺選手は、まあ、その中でなんかちょっと出てやろうかぐらいの感じなのかなってちょっと自分の中は思ってたんですけど、そうやって違うふうに思ってもらえてるんだったらなんかいいなんかものというかいい試合になるんじゃないかなと僕は今気がしました。はい、なんで、まあ、ホームというか僕らが慣れている事実上はあると思うので、まあ、ちょっと違うよっていうのは、まあ、感じてもらいたいなと、感じさせられるように頑張らないとなと思いますね。はい、渡辺健志郎、俺の名前を言ってみろ。貴様がこれから踏み込む世界は修羅の国だ。いいか、ゼストのグラップリング GT の掟は俺が守る。